横浜港未来21横浜国際平和会議場横浜国際平和会議場は神奈川県横浜市西区港未来一丁目にある国際会議場と展示ホール、ホテルなどからなるコンベンションセンター及びその運営会社の名称。施設の通称はパシフィコ横浜。なお、パシフィコはパシフィックコンベンションをもとにした造語である。近年では マイス施設としての機能の強化が図られている。本校では、隣接地に整備された横浜港未来国際コンベンションセンターについても扱う。民活法の全国第1号の施設として、港未来地区に建設され、1991年7月29日に会議センターと横浜グランドインターコンチネンタルホテルが最初に完成。 続けて10月12日に展示ホールも完成した。さらに1994年4月25日には国立大ホールが落成し、コケラ落としはザ・アルフィーが言った。2002フィファワールドカップのメインプレスセンター設置のため2001年に展示ホールが増設された。2010年代には展示ホールの稼働率が限界に近づいていることからさらなる拡張も計画され、隣接地に 新たな展示場が整備されたアジア太平洋経済協力首脳会議を2010年に開催この他にも国際会議やコンサート展示会などが数多く開催されており情報処理技術者試験中小企業診断士試験の会場としても使用された実績があるまた特撮を含むテレビドラマのロケに使われる場合もある投資設の中心にある 円形広場より各施設へは国際交流ゾーンという石畳が敷かれた通路で接続。また隣接する海側の林港パークとデッキで接続するほか国際大通りを挟んで向かい側にあるクイーンズスクエア横浜とも歩行者デッキ、クイーンモール橋により接続されている。当施設を運営する株式会社横浜国際平和会議場は林港パークも管理している。 同社は、投資施設から出る、ハイプラスチックなどの産業廃棄物や、食品廃棄物を発行させたメタンを燃料とする、廃棄物発電を他社と協力して行っており、得られた電力は、臨港パークにも供給している。投資施設は、港未来地区の18街区と22街区にまたがって、立地しているが、北側に隣接する20街区にて、新たな複合展示施設を、 PFI 方式で整備する方針が決められた。PFI の手続きは2014年度より開始しており、横浜市は2015年8月に竹中工務店グループを設計、整備事業者に選定し、同年12月には同社を代表とする特別目的会社横浜グローバルマイスとの契約締結を完了、2020年4月の開業を目指し整備が進められた。 総事業費は200億円規模を見込む。また、施設完成後の運営手法については運営権を設定した上で企業に売却するコンセッション方式を採用しており、2016年12月には運営事業者を既存施設の所有、運営者でもある横浜国際平和会議場に決定、両施設の一体運用による相乗効果とマイス開催都市として競争力。 ブランド力の向上などを目標にしている。2018年2月には新展示場の名称が横浜港未来国際コンベンションセンターと発表された。その後、同展示場は当初の計画通り2020年4月24日に開業を迎えた。主要施設として1階に多目的ホール、2階から4階に会議室を設けており、 会議場としては合わせて3000人規模の会議が開催可能となっている。歩行者動線のキング軸を挟んで北側にリゾートトラストが開発する海援性リゾートホテル、横浜米コートクラブホテルスパリゾート及び一般高級ホテル、ザカハラホテルリゾート横浜が共に入る特徴的な外観の建物が建設され、それぞれ2020年9月に開業した。 また、既存施設と接続するデッキの他に、前述のキング軸の一部として、臨港パーク及び二棟の集合住宅が建つ50、外区との間に、新たな歩行者デッキも整備され、いずれも2020年4月に開通している。なお、50外区との間の国際大通りを渡る、歩行者デッキは、一般公募により、キングモール卿と命名された。展示会、イベント、 コンサートなどが行われる全天候型のフリースペース。総面積2万平方メートル、最大天井高19メートルで、パシフィコ横浜で最大の広さを持つ。2階には、コンビニやレストランが入居する。約5000人収容可能な国内最大級の国際会議場であり、東日本唯一の国立会議場。パシフィコ横浜のメイン施設。ホール内は、 巻き貝をイメージしており、最大客席は50002席。横浜グランドンターコンチネンタルホテルと接続する会議室。約50の会議室があり、最大は1階のメインホールで、約1000人収容の劇場式ホールとなっている。外観は光をイメージしている。2001年に展示ホール横に建設された多目的ホール、展示ホール2階のコンコースと接続している。 面積は1350平方メートルで、6分割での使用が可能。大型、多目的ホールと42室の会議室からなる、マイス施設。国内最大規模の、約6300平方メートルの多目的ホールでは、立職5000名、着席2340名でのパーティーが開催が可能。林口パーク、国際交流ゾーン、プカリサン橋、パシフィコ、 横浜ノース屋外周辺の4つの屋外エリアがある。横浜港未来国際コンベンションセンターに関するカテゴリー。ありがとうございます。